どうも、のっはのはです。どうよ、唐揚げに焼き鮭にマカロニサラダ、サーモンか。英語で言うと鮭はサーモン？え？違う？まあいっかな。でも俺めちゃめちゃもう見るから手作りに見えるでしょ。実は実家の家族に差し入れしてもらった手作りのものを差し入れしてもらったやつなんで、あの俺は作ってないんですよね、はい、この味噌汁ね、味噌スープ、ソイスープ、これは実家からの差し入れじゃなくて、これはインスタントなんですよね、うん、インスタントソイスープ、そうなんですよ、丸米の。ああね、今日ちょっとね寒くて雨降ってて外が冷えるんでね、味噌汁インスタントで温めて身も心も温まろうっつう、俺いただきます。焼き鮭ね、皆さん皮まで行く派ですか？俺は行かないんだけど、本当は。でもなんかこうやってなんかゴミがあんま出るの嫌だなって思い始めて、こういうのも残すとゴミになるわけじゃない、皮。だから食べていこうかなってだんだん思ってる。まあ実際そんな食べてみると硬いわけでもねえし、油も乗っててうまい、いけるのよ。まあ骨ががっつりついてる部分以外はね。うん、うまっ。基本僕お肉派で、お魚とか野菜とか苦手なんだけど、焼いたのは割と何でもかわかんないけど、焼き魚は割と好きで、生魚とかがダメなんでね、お寿司とかが苦手なんですけど、焼き魚は美味しい。唐揚げ、うん、うまっ。あー、うまっ。俺結構ね、唐揚げの皮好きなんだよね。もちろん中身の肉もね、肉身、うん、肉身も好きなんだけど、肉の身と書いて肉身、うん、外側のね、外側も好きだから、外の皮って書いて外皮、パリパリしててうまいよね、皮も。うん、うまい。マカロニサラダ、うん、うん、うん、うまそう。うん、うちの家族は天才だな。うめえわ。うん、まっ。マカロニと、ハムと人参とキャベツとあと卵が和えられててうまい。ぐう、いいね。なんか和食プレート、マカロニサラダは和食じゃないか和洋プレートみたいな、和洋折衷、うん、中華入ってないけどなんかプレートでみたいで結構彩りも良い。やっぱ俺がね冷凍とかで作るとつい茶色くなりがちだけど、お肉とかで彩りが良いですね、今日の食卓。なんか日本の飯っていうのを感じるな。グー。
ごちそうさまさま、ごちそうさまさまさま、ごちそうさまさま、ごち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 、ごち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 、ごち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 、ごちごちさま。ぶち上がってるかい？ごちそうさま。